深井清水町の泉市民生協の配送センターへやってきました。ここで3カ所目なんですけども、すでにお伝えをしております通り、泉市民生協自体がこの車庫飛ばし認めております。そして大阪府警に対して指導を仰いでる状態やということを公表をしておるわけです。ここはどうなんでしょうか、見ていきましょうか。これは境ナンバーですね、向こうも含めてね。これ境ナンバーで緑ナンバーということは容赦なんですよね。見ていただいたら分かるんですけども、南大阪線航運輸整備株式会社というところの容赦を入れてます。泉市民生協自体が自社で持ってるやつは白ナンバーなんですわ。そこへこう見えますよね、1099っていうような番号がね、あの向こうにも見えるんですけども、一番手前の軽音がこれ境ナンバーなので分かりにくいんですけども、ざっと今ここで見ても10台ほどのトラックがあります。すべて泉ナンバーになってます。泉100サーまでは一緒です。あとの番号が7669であったり8300であったりはしますけども、泉ナンバーになっております。そしてこの倉庫の裏側にも何台かトラックが止まっておるんですけども、そのトラックにつきましても泉ナンバーになっておるということで、つまり堺市内にある3つの配送所全てにおいて車庫飛ばしが行われておる状態であるということを確認をいたしました。